やもちろん、戻れるっていうのなら元に戻りたいと思う。しないで。次に目が覚めるときには何もかもが。サヤなんだね。なあ、どうして声を聞かせてくれないんだ。僕は全然気にならないよ。君の声が聞きたい。姿が見たい。そうか。あの日君に言おうとしてたこと、保留になってたな。忘れたりするもんか。
僕は構わなかったんだよ。君だけが悪いんじゃない。あの時僕に迷いがなければ君だって勇気を出せた。仕方ないさ。さやはこれからどうするんだい。そうか、帰りたいんだ。さよな。そうか、お父さん見つかるといいね。もしも気が変わったら僕はずっとここにいるから、いつでも来ていいからね。さよなら、さよなら。